カラーインクなしで色をつける。仕事や学習の場でカラープリンターを用いたカラー印刷は身近なものとなってきました。しかしカラーインクの色素は有害物質を含んでいることがあり、環境に負荷を与える可能性があります。私たちはカラーインクを使わずに紙に色をつける新しい技術を開発しました。それは鉛筆で描いた部分の表面にプラズマを照射するという手法です。その色は化学的な発色ではなく、物理的な発色、構造色と呼ばれる現象により発生した色です。紙に鉛筆で何かを描き、そこにプラズマを照射することにより表面にナノ構造が形成され、構造色が見られるのです。プラズマ照射時間により青色、赤色、緑色と望む色が作れます。この技術をより使いやすいものとし、カラーインクを使わないカラー化を社会実装すべく研究を進めています。